しんない友のりです、今回のネタは AI スピーカーということで、これもね一度だけしかテレビで披露してないネタなんで、僕も今回やったのが2回目ということで、それちょっとね、まあテレビの時と作り変えてます。まあ、AI スピーカーっていうのは OK Google 今日の天気はとか、 Alexa テレビをつけてとか、まあ、AI でこう電化製品とかとつないで、まあ、言葉一つで、まあ、いろんな操作をしてくれるっていう便利な機能なんですけども、まあ、今回は、まあ、陣内智則風の AI スピーカーになってますので、ぜひご覧ください。どうぞ。いや、とうとう手に入れた AI スピーカー。なんかこれな、話しかけるだけでいろんな操作してくれんねんな。わあ、楽しみやな。設定も終わったし、よし、スイッチオンと。はじめまして、バニーです。あなたの生活をサポートします。わあ、楽しみやな。オッケーバニーって話しかけんねんな。やってみよう。オッケーバニー、今日の天気は？今日は最高気温22度、最低気温15度、晴れのち曇りです。うわー、めっちゃ便利や。あ、こう話しかけたら答えてくれんねや。うわー、楽しいな。オッケーバニー、電気を消して。かしこまりました。うわー、消えた。すっげー、これもできるんや。声だけで電気消してくれんの？めちゃめちゃ便利やな、これ。オッケーバニー、電気をつけて。立ち上がって壁のスイッチを押してください。いや、これ自分でせなあかんの？あ、電気つけんのはセリフなの？わー、いや、これ不便やな。いや、電気消すのはやってくれんねや、つけんのは自分か。あ、もう全部やってくれへんわけね。まあ、そうか、まあええか、つけるぐらいはええか。OK バニー、最近話題のニュースを教えて。元冬木さんが怪我したスズメを自宅で飼っていたことが分かり、鳥獣保護管理法違反で注意を受けました。いや、古いな。いや、あったけど、しかもマイナーやな、これ。なんか小耳に挟んだ程度のニュースや。いや、もう元冬木さんの優しさがあだになったやつね。いや、古いし、ものすごいマイナーなニュース。ちょっとおかしいな、これ。大丈夫か。じゃあこれ聞いてみよう。OK バニー、今日の予定は？午後8時にゆきちゃんが初めてお家に来ます。いや、そうやね。あ、覚えてくれた、それ。そうやね、8時に今日ゆきちゃんが来んねん、初めて。うわー、ちょっとなんかドキドキするな。もっとな、こう親密になれるかもしれんからな、ゆきちゃんが来たら。8時やもんね、夜のね。あ、今が何時や。今お昼の12時か。ちょっとお腹空いたしな。あ、そや。 OK バニー、近くの美味しい中華料理のお店教えて。オッケー陣内、自分で調べて。なんでやねん。なんや急に。いや、えらい踏み込んできたな、フランクなったな。オッケー陣内って言うたな。あ、これ自分でせなあかんの？電気つけんのと中華料理調べんの自分でせなあかんの？ええわ、調べよう。中華料理、近くの中華料理、あ、ここ美味しそうやな。あ、行こう。オッケーバニー、デリバリーで八宝菜を注文して。 OK バニー、八宝菜を注文して。八宝菜を注文して。 OK バニー、八宝菜を注文して。八宝菜を注文して。八宝菜注文せ。八宝菜を6個注文しました。いや、多いわ。聞こえとったんかい、最初から。一発で注文せよ、ほんなら。いや、6個も多いな、八宝菜。まあ、八宝菜6個来たらもう48八宝菜やないか。すみません、よくわかりませんでした。まあ、ごめんな。わからんか、まあ、いや、あの八宝菜の8と6かけて48八宝菜やっていう、8かける6の48八宝菜やっていうやつ。いや、もうええわ、もう食べるわ八宝菜。いや、48八宝菜、腹減ってるから。あ、でもそうや、8時にゆきちゃん来たとして、こう緊張して、こう俺会話に困んねんな。やっぱこう気の利いた話をする人がモテるからな。なんかどんな話しようかな。そや、これ聞いてみよう。 OK バニー、面白い話聞かせて。私の友達の電子レンジがクイズ大会に出たら大変なことが起こりました。珍回答。ああ、なるほど。これ面白いや。あ、そうか、電子レンジの珍回答と、あの答えの珍しい回答の珍回答。あ、面白そう。
ゆきちゃんに言ってみよう。受けるかな。逆に面白くない話もあります。八宝菜を6個注文しました。それお前48宝菜やないか。俺が言うたやつやねん。今俺が言うたやつやねん。まだ面白くないねん。おもろいやろ。 8×6 で48宝菜。何やこいつ、いじってくんな。あれはそれもうゆきちゃん来んねん。ゆきちゃん8時に来てちょっと距離が近くなってよとして、こうチューとかな、チューとかするかもしれんからな。その時のために練習しとこう。 OK バニー、雰囲気のいい曲をかけて。かしこまりました。うわ、なんかこんな感じになるやん。ええやんこれ。竹本ピアノやないか。竹本ピアノや。いや雰囲気良かったな前半。よう聞いた竹本ピアノやないか。泣いてる赤ちゃんが絶対泣き止む竹本ピアノやないか。いくら号泣してもこの竹本ピアノ聞いたら泣き止むっていうやつ。いやゆきちゃんと竹本ピアノ聞いてもしゃあないやろ。ええ雰囲気になりたいねん。ああもうじゃあこれや。オケバにヒゲダンをかけて。いや喋ってもうてるやないか。ルネッサン。ヒゲ男爵の方やから。わかるやろ。なんでヒゲ男爵聞きたいの。ゆきちゃんとええ雰囲気でこうキスしようかなって。ルネッサンスいらんわ。いらんわそんなもん。ヒゲ男爵わかるやろ。ヒゲ男爵お前オッケーバニー、オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーかけて。君とのラブストーリー、それは予想通り。お前が歌うんかい。なんで AI の声でプリテンダー聞かなきゃ。いやオフィシャルヒーダンディズムのプリテンダーを聞きたいね。八宝菜を六個頼んだら48宝菜。めちゃめちゃいじってくるな。何回言うねんそれ。めっちゃいじってくるんや俺の48宝菜。腹立つわこいつ。もうええわ。もうあかん。音楽かけんとこ。まあちょっと散らかってるしな。ゆきちゃん来た時のためにちょっと片付けようかな。片付けとこ。ゆきちゃんからメッセージが届いています。OKバニー読んで。ごめんなさい、好きでもない人の家には行けません。今日は元彼と過ごします。もう連絡しないでください。さようなら。ゆきちゃん、いや泣き止むか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。